ハワード・パイルはアメリカ合衆国のイラストレーター、著述家、後進の育成にも努めた。デラウェア州ウィルミントン出身で、晩年はイタリアのフィレンツェで過ごした。1894年からパイルはドレクセル美術、科学、産業協会でイラストレーションを教え始め、1900年にはハワード・パイル・イラストレーションアート学校という彼自身の学校を設立した。 ブランデーワイン地方のイラストレーターたちや、YS 家のアーティストたちは後に、ヘンリー・ピッツによって、ブランデーワイン学校と呼ばれるようになった。パイルの有名な生徒には、オリーブラッシュ、NCYS、フランク・スクーノは、エリナー・アボット、エレン・バーナード・トンプソン・パイル、ジェシー・ウィルコックス・スミスなどがいる。年に出版され、古典となった、ロビン・フットの愉快な冒険は、 今日でも刊行されているほか、パイルの書物には中世ヨーロッパを舞台にしたものが多く、アーサー王物語の四巻本がその名声を格好たるものにした。1888年にはオリジナル作品、銀の腕の夫を表した。また、ハーパーズ・ウィークリーやセント・ニコラス・マガジンなどといった定期刊行物で歴史物や冒険物の挿絵も描いた。パイルの 鉄の男たちは1954年にはホルースの黒盾として映画化された。パイルは1910年に壁画の研究のためイタリアのフィレンツェへ渡航し、そこで1911年に腎臓病のため救世した。パイルは存命中から広く尊敬されており、現在もなおイラストレーターやファインアーティストたちによって高く評価されている。同世代の画家であった。 フィンセント・ファン・ゴッホは兄弟に宛てた手紙の中で、パイルの作品のため、簡単のあまり言葉が出なくなったと記している。ハーパーズ・ウィークリーや、その他の定期観光物、自動書などでの膨大なイラストレーションに加え、パイルは自身でも多くの本を表しイラストレーションを添えた。ロビンフッドの愉快な冒険は、数多いロビンフッドの伝説とバラットのパイルによる、 上流物で彼が訴求しようとしていた子供の読者たちに適するよう修正されたものである。パイルはバラッとロビンフッドのノッティンダムへの旅を欠け金を払わなかった森の住人たち14人をロビンが殺害した話から盗賊がロビンを脅迫しうち最初に弓を引いた一人だけを殺害した話に作り変えた。ロビンフッドとヘレフォードの死境のようなロビンが 旅行者の持ち物をすべて盗む話では3分の1を犠牲者にも残し、3分の1は貧者に分け与える話に改変された。パイルは歴史的な正確性にもバラッと同様、それほどの関心を持たなかったが、それでもロビンが和解した王がリチャード自死新郎であったことに、史実上矛盾しないよう、ロビンフッドとキャサリン女王の王女の名前をアリエノール王女に変更した。 実際のところ、この本の話はどれもパイル自身が考え出したものではない。しかしながらパイルは、もろもろの話を紡ぎ合わせることで一つの統合された物語を作り出した。例えば、カータルフライヤーとの冒険は孤立した話ではなく、アラン・アデールが恋人エレンと結婚するために僧侶が必要だったのでフライアタックを連れ戻すために開始された。ロビンフットのジェストでは、 試合に勝ったにもかかわらず違法人であることを理由に殺されようとしていた無名のレスラーを騎士が助け、ロビンはそのための遅刻は許される。良き農民を助ける者はロビンにとって有用なものだと語った。パイルはこのレスラーがロビンフットと黄金の矢に登場するドンカスターのデビットだったことにした。ドンカスターのデビットやアーサー・アブランドのような一つのバラットにしか 登場しない多くのキャラクターたちが、パイルの小説的な話の処理によってよりよく発展させられている。パイルはまた、暗黒時代の盗賊男爵の息子の生涯を描いた物語、銀の腕の夫も表した。1887年には1日の24の時間に対応した24の話を集めた不思議な時計を書いた。それぞれの話には、 その時間に行われる伝統的な家庭の出来事を語ったパイルの娘キャサリンによる祝が前置きされ、物語は伝統的なヨーロッパの民話に基づいてパイルが書いた。同様の書物に若い読者のための伝統的なお話からなり魅力的な挿絵が添えられた塩胡椒、もしくは若者のための調味料がある。パイルによる海賊伝説と絵を集めたカリブ海の海賊が パイルの死後10年を経た1921年に出版された。ありがとうございます。